久保さん、今回ズーム会議にしましょうか。ズーム会議。昔なかったんですけどね、なんかズーム会議みたいなね。なんか時代が変わりましたよね。会議は会わないといけないみたいなね、話がありましたけど、ぶっちゃけズームの方がめちゃくちゃ便利なんじゃないかなみたいなね。だからまあ時代はどんどん変わりますし、デバイスも変わるし、使えるものも変わるので、使えるものを使わなかったら変われないだろうし、使えるものが増えました。それを使いこなします。そうすることによって変われるんだけど、使うもの増えても使わなかったら、まあ何も変わんないですよね。いってらっしゃい。